皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。とっても嬉しいニュースが入ってきましたので、速報でお知らせいたします。本日開催されました、MTV ライブマッチなんですが、こちらのライブが放送されるということが決定いたしました。すごく嬉しいですね。私は個人的にこのライブすごく行きたかったので、本当に嬉しいです。 しかも今日あの実はこのライブが合ってる時間帯ぐらいに港未来の近くにいたんですよ。別の用事で。なので、ああ、今 b ー s t ライブしてるのになと思いながら後ろ髪を引かれながら帰ってきましたので、これが放送されるっていうことが分かって本当に嬉しいです。で、えっと、今日のライブ、どんなメンバーが出演していたかというと、ダイス、ノベルコア、b ー s t オクトパス、この4組が出演していたライブです。放送日時に関しましては、6月26日日曜日19時から21時30分です。2時間半も放送枠があるということは、おそらくライブまるまる放送されるということなんじゃないかなというふうに期待しております。それから、 MTB の視聴方法なんですけれども、えー、公式ホームページに書いてある言葉を読み上げますと「スカパー放送サービスで MTB をご契約されている方は無料で PC スマートフォンタブレット等でご視聴いただけます」というふうになっておりますこちら、えー、公式のホームページをリンクで貼っておきますので詳しくはそちらでご確認いただければと思います 取り急ぎ速報で放送決定という旨をお知らせしたくて本日はこの動画を投稿いたしました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。